皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は監督最新情報を紹介していきたいと思います。毎週このような形で監督情報を紹介しているので、まだチャンネル登録していないという方はよければチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということで、先週末はリーグ戦がね、各リーグお休みが多かったということもあって、監督の更新いつもより少ないんですけど、南米だったりタイ、あとはヨーロッパの2部のリーグなんかは開催していたところもあったようなので、そのあたりの監督が中心に変更入りました。ただいつもは150人ぐらい入るんですけど、今回は46人ぐらいしか入っていないということで、かなり人数は少なめになっているので、先週とほとんど監督似たような情報なんですけど、今週に関してはニセサン CF の復活の監督だとか、新たに4トップになっている監督なんかもいるので、そのあたりも紹介していきたいと思います。ということでやっていきましょう。はい、まずは有名監督まとめていきたいと思います。ただ全く変わっていません。なぜかというと、リーグ戦をやっていなかったからです。はい、この中で紹介したいのが、先週取れなかったという方に向けてなんですけど、エバートンのミッレージ監督、今週も 4-3-1-2 の形で継続になっているので、先週取れなかったっていう方は今週も狙ってみるといいのかなと思います。ちなみにディフェンシブにすると数値が少し変わるくらいですね。特に守備コンセプトのまとまりがいい形かなと思うので、興味ある方は狙ってみてください。あとはガラタサライのファティ・テリム監督もこの形で継続ということで、特にサイドの CMF をサイドハーフに変えることができるということで、なかなかこの形いませんよね、今作。はい、興味あるという方はこの監督も今週中狙ってみるのもいいのかなと思います。ちょっとコンパクトネスが低いのが気になりますね。はい、ここからは特殊な監督見ていきたいと思います。星がついているのがおすすめ監督なんですけど、まずは 2OMF と 3OMF 見ていきたいと思います。はい、それぞれ復活と新しい監督が出てますね。はい、まずは 2OMF から見ていきたいんですけど、スペイン2部のテネリフェですね。イポ・コラーレス監督が復活の形でこの形に戻ってきましたね。はい、マネージメントがちょっと出にくい監督なので、まだね取れなかったっていう方は今週狙うのもありなのかなというところです。はい、ディフェンシブにするとコンパクトネスがちょっと低めなんですけど、5までは持ってくることができるので、興味あるという方は狙ってみてください。はい、それから 3OMF 見ていきましょう。 3OMF で言うと、イタリア・アタランタの監督ガスペリーニ監督が継続ということで、この監督もともとコンセプト自体もなかなか優秀なので、興味あるという方は狙ってほしい監督の一人ですね。特にこの監督はずっと3バックだったので、いつ変わってもおかしくないですし、来週変わる可能性あるので、狙うのであれば今週中かなというところです。はい、特に守備コンセプトのハイライン、ハイコンパクト、中盤が5枚いるということで、守備ガチガチなんじゃないかなと思うので、ぜひ狙ってみてください。なかなかこのフォーメーションでこの優秀な、守備コンセプトを持っている監督っていないので、ここは注目なのかなと思います。はい、それからスペイン2部のカステジョンの監督、アリツバレス監督が、今週からこの形ですね。 4-2-3-1 の 3OMF ということで、はい、今までは 4-2-2-2 の 2OMF は結構あったんですけど、この形は初めてになりましたね。マネージメントは700となっております。数値の部分が全て1ということで、サポート距離はいいとは思うんですけど、ディフェンスラインの高さとコンパクトネスが1ということで、これはちょっと守備難しいんじゃないかなというところです。ちなみにディフェンシブにしてもオフェンシブと全く変わりません。ちょっと守備は難しそうですね。はい、続いて釣り型の監督、ニセサン CF の監督、フォートップの監督見ていきたいと思います。ニセサン CF は復活の形、あとはフォートップは新しい監督出てますね。はい、まずは釣り型の監督見ていきたいんですけど、特に新しい監督は出ていなくて、その中でもロベルト・ベントラート監督がおすすめですかね。こちらもハイラインでハイコンパクトで守りやすい監督だと思うので、ぜひ興味があるという方は狙ってみてください。マネージメントが絶望の690です。はい、続いてニセサン CF の監督見ていきましょう。こちらの監督は継続ですね。ちょっと名前が読みにくいんですけど、ランさんと読みましょう。タイのポリステロというクラブの監督です。マネージメントが620で結構出にくいんですよね。これがちょっと痛い。はい、先週と同じ形なので、先週取れなかったという方は今週も狙うことできるので、ぜひチェックしてみてください。神々カウンターショートパスで攻撃エリアサイド流動的、サポート距離5ということで、なかなか攻撃コンセプトのまとまりはいいですよね。守備に関してはリトセフということで、あとはディフェンスラインの高さが1でコンパクトネスが4ということで、この辺はちょっと気にはなりますかね。ちなみにディフェンシブにするとプレッシングはアグレッシブに変えれますし、コンパクトネスも5まで上げることはできるので、こっちの方がいいんじゃないかなと思います。攻撃エリアやビルドアップとかも少し変わるので、その辺は好みあるとは思うんですけど、どちらかというとディフェンシブの方がうまくいくんじゃないかなというところです。
はい、それからエドゥアルド・ドミンゲスという監督、アルゼンチンのコロンというクラブの監督なんですけど、この形一応復活の形なんですけど、前もこの逆三角形の形でしたっけ。ちょっとそこは忘れてしまいましたが、680というマネージメントということで、前回取り逃したという方はこの監督も良さそうですね。特に逆三角形になっているので、その方が好みという方は狙ってみるのもありなんじゃないかなと思います。そしてコンセプトもなかなか良くて、カウンターロングパスで攻撃エリア中央、フォーメーション重視、サポートキリア5ですね。守備コンセプトはリトアグということで、なかなかいいですし、ディフェンスラインの高さもそこまで高くない3ということで、裏を取られるリスクなんかもちょっと軽減できそうで、コンパクトネスは8ということで、なかなか密集して守れそうですね。はい、ちなみにディフェンシブにしても全く戦術も変わりませんので、ある意味運用のねしやすい監督なのかなと思うので、こちらの監督が今週この偽 3CF ではおすすめですかね。はい、最後に4トップの監督が新しく出ています。エドゥアルド・セレソ監督ということで、スペイン2部のラスパルマスの監督ですね。マネージメント740ということで、比較的出やすさは690以下よりはあるかなっていうところです。はい、こちらの監督、4-2-2-2 の 2OMF が結構ね、続いていたんですけど、今週は4トップということで、ちょっと4トップ興味あるという方は狙ってみるといいのかなと思います。戦術のまとまりもなかなか良さそうで、ポゼッションショート、攻撃エリアサイド、フォーメーション重視でサポート距離は3ですね。フォアチェックサイドアグレッシブ、ディフェンスラインの高さはマックスですね、10となっていて、かなりラインの高い監督ですね。コンパクトネスは5となっています。裏ケアがちょっと大変そうではありますが、全体的なまとまりとしては悪くなさそうですけどね。ちなみにディフェンシブにするとリトリートに変えることができるので、ここも大きいのかなと思いますし、どちらかというとディフェンシブの方がいいですかね。コンパクトネスも6まで上げることができますし、ディフェンスラインの高さも1下げて9にすることができそうですね。はい、4トップ興味あるという方は狙ってみるといいのかなと思います。はい、続いてはフォーメーション別おすすめの監督見ていきましょう。こちらになるんですけど、全く同じですね。はい、ほとんどフォーメーションは変わってなかったので、同じ監督をね表示してるんですけど、特に最近流行っている5バックの監督でおすすめなのは、今週はブリンクマン監督ですね。リンフット監督はフォーメーション変えているので、そこだけ注意です。マネージメントは700ということで、690以下はさらに出にくくなるんですけど、700以上になると少し出やすくはなると思うので、チェックをしてみるといいのかなとは思います。はい、戦術的にもまとまりがいいですね。カウンターロングパスで攻撃エリアは中央で、流動的、サポート距離はちょっと遠い7となってます。はい、それからフォワーグでディフェンスラインの高さが5と真ん中で、コンパクトですが8と、なかなか良さそうですけどね。はい、ディフェンシブにすると少しね数値の部分なんかも変えることができるので、その辺どちらがいいのか好みでいいのかなと思うんですけど、試していただくといいかなと思います。はい、ということで今回監督最新情報を紹介していきました。いかがだったでしょうか。新しい4トップの監督も出てますし、それから偽 3CF のね復活の監督も出ているということで、そのあたりも今週チェックしてみるといいのかなと思います。今週ねフォーメーションがね変わらなかった監督も多いので、先週取り逃した監督を今週取ってみるのもありなんじゃないかなと思います。こちらのチャンネルではこのように監督最新情報を毎週更新してます。他にもイベントの最新情報などの動画も上げているので、よければチャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。